佐賀競馬第10レースのパドック解説を行います。第10レースは JRA と地方競馬の交流競争霧島賞です。この競争は九州で生産された競走馬で競う競争です。引き続き進行は倉田、解説は競馬専門誌日本一の田中さんです。早速出走馬の紹介をします。1号馬 JRA 所属マサシ、はい、マイナス4キロなんですけどね、まあ、馬体はですね絞れた方がいいと思いますしね、まあそうですね、この馬一生馬なんですけどね、まあ長い距離の方が合ってるタイプのようですからね、まあこうですねスピード競馬になると思いますしね、まあどうですかね、まあ流れについていければいいんですけどね。1号馬の騎手は JRA の浜中傑騎手です。2号馬 JRA 所属カシノエルフ、はい、プラス12キロなんですけどね、まあ前走ですね、輸送回ってちょっと減ってたんですけどね、まあ今回ですね戻した感じですしね、まあ、馬体もしっかりしてますよ。まあ前走エビの特別勝った馬ですしね、まあ後位からすっと抜けましたからね、まあ姉妹もしっかりしてましたし、やはり力はありますね。まあ状態ですねいいと思いますし、まあこの本番でもですねチャンスあると思いますよ。2号馬の騎手は JRA の三幸秀明騎手です。3号馬 JRA 所属ミス丸重、はい、マイナス5キロなんですけどね、まあもともとですね細いタイプだと思うんですけどね、まあスキッとしてますしね、まあ悪い感じはないですね。まあひまわり賞買ってますしね、やはり力もありそうなんですけどね、まあただ今回ダート戦初めてですからね、まあその辺気になるんですけどね、まあそれでも佐賀のコースですからね、まあスピード生かせばですね、粘りそうな感じあるんですけど。3号馬の騎手は JRA の北村雄一騎手です。4号馬佐賀競馬所属神の力、はい、変わらずですね馬体キープできてますしね、まあやはりこの馬がですね佐賀の筆頭馬ですしね、まあ状態はですね前走以上上がっている様子ですからね、やはり地元の利もありますからね、まあなんとかですね頑張ってほしいんですけど。4号馬の騎手は高野正樹騎手です。5号馬大井競馬所属大蛇山、はい、プラス10キロなんですけどね、まあどうですかね、これぐらいでもやれてますからね、まあ問題ないと思うんですけどね、まあ前走ですねエビの特別2着しましたしね、まあなかなかこの馬スピードありますからね、まあもともとですね佐賀デビューの馬ですしね、まあ佐賀のコースはですね知り尽くしてますからね、まああとですねペースなんですけどね、まあ流れが落ち着けばですね前走以上あると思うんですけどね。5号馬の騎手は佐賀競馬の真島正則騎手です。6号馬 JRA 所属カシノアクセル、はい、マイナス6キロなんですけどね、まあ、馬体はですねこれぐらいでいいと思いますよ。まあそうですね、この馬ラオで2勝上げているんですけどね、やはりスピードを生かしたいタイプのようですからね、まあそうですねこの馬の展開になるといいんですけど、どうでしょうか。6号馬の騎手は JRA の川田優雅騎手です。7号馬佐賀競馬所属倉取実行、はい、マイナス6キロなんですけどね、ちょっと減ってしまった感じですね、やはりこのメンバーですからね、まあ格的にもですね、厳しい感じはあるんですけど。7号馬の騎手は倉富隆一郎騎手です。8号馬 JRA 所属 TM ハエンカゼ、はい、マイナス6キロなんですけどね、まあ、馬体はですね、まずキープできている様子ですよ。まあ、この馬ですね、やはり JRA 1000万クラスかけてた馬ですしね。そうですね、やはり格的にもですね、上位のものありますからね。まあ、まだ3歳馬ですし、勢いもありますからね。まあ、あっさり抜け出すシーンも考えたいですよ。まあ、期待しているんですけど。8号馬の騎手は、
芹沢純一騎手です。9号馬は船橋競馬所属 TM 余華道。はい、前走からのですね、馬体の変動はない様子ですしね、まあ、まずまずですね、維持できているとは思いますよ。まあ、この馬ですね、やはりグレートレースかけてる馬ですし、まあ、南関東でもですね、牝馬オープン勝ってますからね、やはり能力的にですね、一歩抜けた印象はあるんですけどね、まあ、ただどうですかね、もう8歳馬になりますからね、まあ、年齢的な衰えも感じなくはないと思うんですけどね、まあ、それでもですね、やはり現状でもですね、好勝負できる能力だと思うんですけど。9号馬の騎手は山口勲騎手です。10号馬は JRA 所属カシノピストン。はい、プラス15キロなんですけどね、まあ、ちょっと増えてしまいましたね。まあ、見た感じですね、そんなに太い感じはないんですけどね、まあ、前走ですね、お墨特別勝ちましたしね、まあそうですね、まあ、流れは向いたんですけどね、なかなか強力な足使ってきましたからね、まあそうで後ろからのタイプなんですから、タイプですけどね、やはり前が速くなるとですね、チャンスあると思いますしね、まあ、あの足使えればですね、上位には絡むとは思うんですけど。10号馬の騎手は永田幸人騎手です。11号馬は佐賀競馬所属パティオ。はい、マイナス6キロなんですけどね、まあ、中間がですね、びっちり鍛えてきましたからね、絞れたと思うんですけどね、まあそれでもですね、やはりこのメンバーですからね、まあどうですかね、状態は悪くないと思うんですけど、力は出せると思いますよ。11号馬の騎手は武吉徹騎手です。12号馬は JRA 所属ミス小倉。はい、マイナス4キロなんですけどね、馬体はですね、これぐらいで良さそうですね。まあ、前走はどうですかね、エビの特別だったんですけどね、まあ、位置が取れなかったですからね、まあ、今回位置取れるとですね、まあ、前走以上も考えられるんですけど。12号馬の騎手は山下高光騎手です。以上、各馬の中から田中さんの推奨馬を何頭かお願いします。はい、ここはですね、8番テイエムハエンカゼ、それから9番テイエムヨカド、まあ、この2頭テイエム勢ですね、上位だと思うんですけどね、その後にですね、2番カシノエルフ、それから10番カシノピストン、まあ、この2頭もですね、前走ステップレース勝ってますからね、最後にですね、なるんですけどね、5番大蛇山、なかなかスピード持ってますからね、まあ、道中折り合えるとですね、辛抱すると思うんですけど。田中さんからは8番、9番、2番、10番、5番を挙げていただきました。ありがとうございました。以上、第10レース霧島賞のパドック解説でした。してコメントをいただきたいと思います。風水でおなじみ、そしてこの後のレースサマーチャンピオンに相葉ラブミーちゃんの出走が控えているドクターコパさんです。コパさん、よろしくお願いします。こんにちは。今田中さんからね、霧島賞の推奨馬をお伺いいたしましたが、コパさんの気になる馬というのもいましたか？実は今回その、ね、ラブミーちゃんこっちに持ってくることに、はい、の時にちょっと竹園さんともお話をして、はい、オーナーいや、コバさん、うちの硬いと思うよなんてこんな言ってたんで、そうなのかなと思いながらパドをちょっと見てたんです。うん、まあ確かに馬、田中さん推奨したテームハエンカゼと、はい、それからカシノエルフと、テームヨカドウと、はい、やっぱいいですよね。そうですよね。この霧島賞もなんですけれども、冬にはタンポポ賞という、こちらも九州産馬の限定のレースというのがあるんですけれども、コバ、はいはい、さんもぜひ、九州で生産された
馬のね、はい、オーナーになってみては。いや、ずっと検討してましてね。そうですか。はい、松永幹夫君という調教師いるんですけど、彼は、まあ、はい、熊本出身なんで、はい、僕の牝馬を熊本の牧場に持って行って、はい、母さんそこで生産して九州産馬でやりましょうっていう話になってますんで、多分 2,3 年うちには。あら、そうですか、はい、じゃあこのレース本当に2,3年後には、狙いに行きますから。じゃあぜひ、佐賀でまた走る姿も見せてもらいたいなと思います。はい、この後もですね、引き続き、11レースの後も小馬さんにお話伺いたいと思うんですが、はい、まずはですね、インターネットなどご覧になっているファンの皆さんもいらっしゃいますので、うん、一言メッセージをお願いします。日本で一番西にある競馬場なんですよね。はい、風水って西ってお金がやってくる方向なんで、ぜひインターネット、投票なさるときなんか、まあ、これからね、はい、投票なさるとき、西の方向を向いて、こう、最後のこう、ボタン、エンターテイを、キーを押すとね、はい、運気がこっちにカッと来るんですよ。ですから西の競馬場で勝った馬っていうのは金運がありますから、はい、ぜひここで少し儲かったらそのお金でまた金運を上げていただいて、はい、競馬楽しんでもらえばいいと思いますね。はい、わ、はい、かりました。小馬さんどうもありがとうございました。